こんにちは、VTuber 自己再発防止対策教室です。徳の高さからか視聴者からはブッダと呼ばれています。収益剥奪対策要員のマリアです。空を飛ぶスパゲッティモンスター様やで。当チャンネルで使われている画像は以下のうちのいずれか。投稿者本人の写真、購入した画像素材、フリー画像、AI 作成画像です。あらかじめご了承ください。2023年1月6日、午後11時59分。まあ、ほぼ1月7日0時頃だね。私はニコニコと YouTube に、2時3時が販売を予定しているバイオリンを、模したアクセサリーと、ヤマハが衣装登録してる電気バイオリンがそっくりなのは大丈夫なのかって、話題を取り上げたんだけど。1月7日、午前7時2分、ニコニコ動画にエニカラから著作権侵害の申し立てがあったために、動画を削除されたよ。ということは、1月7日の午前0時から7時までの間に、2時30分に削除申請されたってことですね。自分たちの不祥事を隠すための行動は、早いんやな、超スピードや。その他にも、ゆずきろあさんが裁判で勝った件、アカデミーからラナンキュラスが、デビューした件、クズハくんのアルバムが1位を、取った件を扱った動画も消されてるから、ニコニコでは数日間投稿できなくなっています。ごめんね。そんなポジティブ動画まで消されてるわけですか。そもそもニコニコでは、ポジティブな動画にしか2時3時の、画像使ってなかったからね。今回は、たまたま比較するために、バイオリンアクセサリーの写真を、動画で使ってたんだけど、まさか不祥事を、隠すためにこういった動画まで消しに来るとは思わなかったよね。もう、神田最終回シリーズも投稿できへんな。そういうわけでね、ニコニコに投稿してた動画800本のうち、2時3時の画像を、使ってた500本を削除して、今は300くらいになってます。金魚坂事件の動画もほぼ全部消えたよ。ごめんね。過去の事件は、再編集してまた投稿するようにします。炎上ばかり扱ってるって、思ってる人も多いと思うけど、炎上騒動の方が伸びるだけで、基本的にはファン動画の方が、圧倒的に多かったんだけどね。消されたバイオリン動画の内容を軽く説明しますと、1月13日に販売予定の、セラフ、ダズルガーデンの商品、バイオリン型ネックレスが、ヤマハが衣装登録してる電子バイオリンとそっくりっていうか、そのまんまの形なのは大丈夫なのか、許可取ってるのか、許可取ってるならヤマハの名前を入れ忘れてるんじゃっていうものだったよ。衣装登録だから、権利を主張できるのは、電子バイオリンだけなんじゃないかって意見もあるし、確かに過去の裁判例では、衣装登録してるメーカーと、その商品を模しておもちゃを、作ったメーカーが争って、おもちゃメーカーが買ったって、事例もあるみたいだけど、裁判を起こされたってことは、オリジナルのメーカーは怒ってるわけで、裁判に勝てるからやっていいとかいう問題じゃないと、ブッダは思うよ。今回、2時3時が販売しようとしてるバイオリン、YEV シリーズのデザインは、アジアデザイン賞2017の最高賞であるグランドアワードを、獲得しているから、ヤマハにとって大切なデザインであることは間違いないね。写真は載せられませんけど、かっこいいデザインですしね。どんなデザインか気になる人は、概要欄のリンクから飛ぶか、YEV バイオリンで検索してみてね。ヤマハにはいっぱい問い合わせがいってるだろうから、多分連休明けの1月10日、火曜日以降に動きがあると思うけども、また何かあったら動画にしますね。何日かニコニコに投稿できないので、いい機会だから基本的には今週はお休みをいただきます。よっぽどの事故がない限りはね、今まで大ブロアク的に活動してきたわけだけども、今後はね、活動当初からの目的の通り、真面目な形で VTuber 界隈の、事故の再発防止策の周知に、取り組んでいきたいと思います。ポジティブなニュース動画でも、全部フリー素材だし、神田最終回シリーズのようなマット動画は上げられなくなるけどそこは許してね。以上、ご視聴ありがとうございました。今後もよろしくね。この動画は、すべてのバーチャル YouTuber の守護物、バーチャルブッダの提供でお送りしました。いいねボタンを押しておくと、あれ?この動画前にも見たなってことがなくなって、便利ですよ。せやな。